はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。今回でもよかったな。コインがね、勝利数前は4回だったけどね、10連エヴァコイン、まあみんな指してると思うけどね今回このコインね、回していきたいなと思っております。サーカねやって回します。一応3赤使った無課金攻略やってまして、一応ね3赤ともに無課金で、裏マップは無理かもしんないけど、このね第9の使徒ね10回はね3赤倒したいなと思ってます。今回でも12回とかだとね限界突破できるのは嬉しいんだけど、嬉しくないかな。そしてごめんなさい、ありがとう。コメント欄のね、私一番トップで、私お願いコメント出してるんだけど、これってさ、すごい、今回もありがとう。今回さ、初めてプレイした人はスペシャルコイン ZZ で、久々が、ということで、本当にね、ありがとう。本当にありがとう。で、ね、応援してくれてるんだけど、でもなんか、これってさ、スペシャルコイン、これ前の仕様じゃないっていう、なんか、あれなんだけど、これ、あれ今回って、ZZ じゃないのっていうね、なんか前の、なんかあれなのかな、前の仕様に見えるんだけど、皆さんどうですかね、なんか、スペシャルコイン Z、これもらえば違うのかな、なんかちょっとわかんないんだけど、なんか見た目スペシャルコイン Z に見えるんだけど、これもう受け取っていいのかな。ちょっと皆さん、スペシャルコイン ZZ、本当ありがとうね。久しぶりにプレイしてくれたりとか。一応私、コメント欄の一番上に、ご協力コメントしてるんで、よろしければね、クリックして始めるとね、多分、始める人もかなり、初めての人とかね、8000Y ポイントもらってやれたりするんで、ぜひね友達召喚キャンペーンで復帰するといいのかなと思います。まあちょっと細かいルールはね、そうなんだよな、なんか久しぶり、なんかスペシャルコイン ZZ じゃないよな。マジで俺アシュラほんと欲しいのアシュラか学校が今欲しいなっていうね。将棋イベントさ、次はジャオウ軍かな。暴走エンマもねサブアカとか欲しいけどね。なんかちょっとごめんなさい、これはどうなってんだろう。まあとりあえず今回はね、あそう、しかもさっきね、今3時間でできるじゃん、CM 見るやつ、10連エヴァコインゲット、あれで Y ポイント1500が来たな。久しぶりに嬉しかった。元気ドリンクもね今回落ちるみたいだから、まあ、CM ね、ワクワクボックスなるべく見るようにね、タイマーしてますかね私前回1回だけ出たんだけどね、はい、キャンペーンね、バカにならないんで、ぜひ、回しましょう。はい、じゃあそしたらコイン回しましょう。中身はどこで見ればいいのかな。10連エヴァコイン。なんか今回ね、声優さんの2年契約だよっていうのが、すごい明確にしてるんだけど、で私ね、プニプニと、まあ、妖怪三国志もそうなんだけど、あ、これだね、コインの歴史っていう再生リストを作ったんだけど、まあ、面白いね。プニプニの歴史、本当、スペシャルコインとニャンボ以外、本当にって感じで、この前もね、やっと SSS 出たけど、あれだよね、もうこれにさ、SSS にさ、そうそうそう、こういうバステ島だけじゃなくてさ、なんかなんだっけ、クリスタル妖怪と極妖怪入れといてほしいんだよな。このグッドボーヤとかどうでもいいからさまあバステットか、猫をバステットじゃなくて猫名をバステットになってんだ。なんでこれが入ってんだかよくわかんないけど、はい、できたらこれもねダンドリーとか入れてくれたらね、前入ってたよね、なんかの時結構みんな喜ぶんじゃないかなということで、もう別にさ、もう何年か経ってんだから、もう課金者もそんなにうるさくねえだろうっていうね、ダンドリーとかね、課金ゲットされた方とか、
うん、はい、まあでも10連なんでね、結構 SS は期待したいですね。はい、じゃあ3赤ね、ちょっと回したいと思います。スペシャルコイン Z 今受け取んない方がいいのかな、ちょっとどうなんでしょう、中身はなってんのかな、回収失敗しただけかな。なんかね、受け取んない方がいいのかな、ちょっとその辺がよくわかんないんだよな。受け取っても後でもらえるかなわかんないけど、まあでも22円も受け取るのも悪いから、まあやっぱコインね、はい、こういうの回しといた方が得なんだよな。まあいいやいいや、はい、スペシャルコイン ZZ 早く回したいね。あ、ちょっといいの出ちゃった。ちょっとね、なんかめっちゃエボいの出して、これもう本当私のおまじないなんだけどね、うん、落として。でもコインをさ、なんか本当10連ぐらい、あ、これいいね、いいランク。さあ行こう、エヴァコイン一といで金パワー。中山筋肉のあの NHK の人が笑ってたの面白かった。なんだこのコインは。あ、 G が出た、めっちゃいいコインだこれ。私今日のガシャで G 出てさ、1日で2回 G が出た。そう、さ、その時も言ったんだけど、うりゃ、私アマテラスってね、つくよみが対戦できなくてね、 G 回収できなかったんだよな、ドリームマッチで。だけど今日2個出ました。なんかいいじゃんこのガシャ、過去最高にいいぞ。じゃあちょっとね、サブアカも引きたいと思います。初めてかな、 G 出たの、すごいじゃん、やった。また引きたいね、これさ、ログインボーナスでまたもらえるもんね。やったぜ、 G 出たぜ。皆さんよろしければね、コメントで教えてください。 Z ぐらいの価値はあるんかな。いや G 出たぜ、出たぜ。 G なんかさ、普通のガシャでさ、普通のガシャでさ 0.1% ぐらいでしょ、だから 0.1% だよな。うん、いや、そしたらなんだが、なんか ZZ で出るより貴重だったんじゃないかなまあいいや、はい、ごめんなさい。じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントね、これちょっとサクッといきましょう。首都13回のこれもね、3までいきました。今回でも本当4じゃないのがいいね。はい、10レーバーコインゲットということでね、回していきましょう。さあ行きましょう。G が出たからなんか期待しちゃうね。あ、このコインまだあったねこのコインどうしようかね。報酬でまたもらえてるけど、あんまり嬉しくないな。バカズキン、これは何かのサインですかね。さあ行こう、一味違うコインかも。さあ金は1個変わらない。でもなんか前のコインとかだと、あ、ちょっと G 連発ですよ。バカズキン、いいじゃんこのコイン、過去最高にいいぞ。やっぱみんなでね、文句をもっと言って G が2冊来た。止まれ、止まんねえか、これ妖怪三国志だったら最高なんだ。ゴズ G がまた来ました。 G 連発です。バカズキンが出たら G サインですね。この黄色いコインでバカズキン出すと G 確定わかんないけどね。はい、ごめんなさい。じゃあ3番目いきましょう。お、すごいいいじゃん、過去最高にいいぞ。はい、これ3番目のアカウントで、これ14回ね、こっちは3回いってます。うん、まあ元気のりかね、またちょっと別途まあお話しします。やった、まあ、とにかくね、序盤はお助けでやんすよ。はい、じゃあまさかの連発 G ということで、
さあ今回もちょっと期待大ですね。今回も黄色コインでね、バケズキン、バカズキン出したら G サイン検証しましょうか。あ、バカズキンまた来ました。これは3度目の正直、3度目の正直じゃねえな、2度あることは3度あるっていう黄金パターン。これが変数なんだっけ、ファイヤーエンブレでいうとこの乱数、乱数なんじゃないのこれ。うわでも今回金がいっぱい出てきた。いやこれモロッターで G、 おお鬼釜、ガシャドクロ、鬼釜 G はどうした。さあ金いこうよ、うりゃ魔天王、うわ S ばっかだな、うわお頼む。なんだろう、猫2世持ってなかった。まあサブアカだからね。はい、というわけで今回 SS が2体、2番目のアカウント SS 出てたよね、あれなんだったっけな、忘れちゃったな。で G が2回とね、かなり私は過去最高に良かったんですけどね。皆さんどうだったですかね、よろしければコメントでいただければと思います。あとスペシャルコイン ZZ ね、あれ受け取ったら中身は実は OK よっていうパターンなのか、まだ受け取んない方がいいのか、ちょっとその辺もね、なんか知ってる方いたらよろしければ教えてください。いやーちょっと私的には嬉しいですね、このコインがねこんだけよろしいと。やっぱりみんな何も気にしない。あれ今回 SS 垂れてたかな、ヨップくんだっけな、あ、イザナミだ、イザナミが出ましたね。はい、なんで SS はたくさん、必殺の秘伝書出ないけど G2 体ということでね、30連、はい、回しがいがありましたんで、一応ね、このコインってさ、ログインボーナスでね、あとこれから2回ね引けるチャンスあるんで、はい、またちょっと楽しみにテンションを上げてやれればなと思います。今回ね元気ドリンクもドロップ、あれログインボーナスであるからかなり嬉しいよね。 Y ポイントは1400か。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、いや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 、ありがとう。いやー G もらえたね。はい、なんか頑張れそうです。それではまた会いしましょう。さようなら、バイバイキン。いや嬉しいな。だってさ、 Y ポイントで交換したらさ、G ねえのか、 G ないんだ。まあスキル、まあ 2000Y ポイントぐらいのね価値はねあるよね。ちょっとないんだね G って。はい、ありがとうございました。